シズラニの紋章、シズラニは、ロシア連邦南部、サマラ州の都市。ボルガ川下流の巨大ダム湖、サラトフ湖の右岸に臨む。州都、サマラの西約 120km にある。人口は188,107人、17万3,000人。シズランカ川ボルガ川との合流点近く町の西、および北は、ウリアノフスク州の境界線とも近い。 最寄りの都市は、1 9トル東にある、ボルガカ藩の町オクチャブリスク。サマーラ曲がりで、サマーラ周辺へ大きく、東へ迂回したボルガ川は、その後西へ向きを変えて、シズラニーで、西から南へと向きを変えている。商人チェルニュキンの邸宅、現在は、博物館1683年に建設された、クレムリを端緒とする。この要塞は、 ボルガ川沿いの水運を守る役目と、ロシアツァーリ国の当時の東方国境を遊牧民族から守る役割を果たしていた。シズラニという名は、ボルガ川に合流する支流シズランカ川に由来するが、この川の名は、トゥルク系の言葉で、渓谷から流れ出す川というような意味だった。国境が、シベリア方面へ拡張したことにより、シズラニの木造のクレムリは18世紀初頭には、 軍事的重要性を喪失した。代わってボルガ川の港を要する公易都市としての重要性が高まり、18世紀末には大きな町となっていた。1781年に都市として登録され、紋章を得た。1874年、シズラニと西方のブヤ島を結ぶ1400キロメートル、近い長さの鉄道が開通し、シズラニに駅ができた。 その6年後には、ボルガ川をまたぐ、鉄道橋も完成した。これにより交易が、盛んになっただけでなく、産業も、盛んになった。20世紀初頭のシズラニは、すでに産業都市であり、ロシア最大級の穀物生成の中心地だった。1917年の10月革命以後、ソビエト連邦の経済政策によりシズラニの産業も、大きく変わった。 穀物の生成に代わり、結晶片岩の採掘と生成が主産業となった。当初は燃料として使われたが、後に製薬の重要な原料となった。さらに、機械産業や原油生成といった重工業も立地するようになる。第二次世界大戦時は、ロシア西部の大都市から多くの工場が東へ疎開し、しずらににも多数の工場が建設された。 戦場とならなかったシズラには、現在も革命前の街並みが、比較的多く残っている。シズラニの駅シズラニのブルガ川ガソビエト連邦時代の工場建設により、今でもシズラニは、サマラ州切手の産業都市となっており、航空宇宙産業のある州とサマーラ、自動車産業の町トリアッチとともに、産業地帯を形成している。シズラニの主な工場には、 石油生成工場、プラスチック工場、農機械工場、石油掘削機械工場などがある。その他、発電所、軽工業、食品工業も立地する。ロシアを東西に横断する M5 幹線道路は、シズラニを通り、サマーラへ向かっている。また、鉄道の重要な欠接点でもある。市内交通はバスが中心だが2002年9月に、 トロリーバスが開業した。ロシアでも有数の新しいトロリーバスシステムとなっている。ありがとうございます。